皆さんこんにちは、これです。それでは今回なんですけども、D 払いで D ポイント20ドル、誰でも作れる D カードプリペイドを簡単解説ということで、今回は D ポイントが溜まって使えるプリペイドカード、その名も D カードプリペイドですね。こちらについてサクッとお伝えしていこうと思います。こちらの D カードプリペイドなんですけど、まず結論から言うと僕自身は作りました。すでにご覧のように、手元に届いてるんですが、作った理由というのは後々 D カードプリペイドの魅力も交えながら解説します。それではもうこちらの D カードプリペイドなんですけど、まず特徴としたらこちら、プリペイドカードなので審査がないんですよね。なので D アカウントをお持ちの方であれば誰でも作れちゃいます。クレジットカードの場合は審査などがあったりして何かしらの理由があって作れないということもあるかなと思うんですが、このカードの場合はそんなこと気にせず作れることができます。一応12歳以上の方なら誰でも作れるので、僕は申し込んで大体1週間ぐらいで届きましたね。で、プリペイドタイプなので、チャージが必要なんですけども、そのチャージ方法もいくつかあります。こちら出てる通り、セブン銀行 ATM、ドコモの電話料金、合算、D ポイント、ローソン、店頭という、この4つの方法ですね。僕的にはセブン銀行 ATM でのやり方が一番シンプルで気楽にできるかなと思います。気になる還元率なんですが、このプリペイドカードの決済でお買い物税込み200円ごとに1ポイントが貯まります。なので還元率は 0.5% 還元なので、こんな感じかなと思います。あと、お店ごとに D ポイントカードを提示した時に、買い物金額に応じたポイントがもらえたりもします。また、利用できる加盟店としてマスターカード、そして ID 加盟店で利用が可能となっていますので、カード単体としては幅広く決済ができます。しかもご覧のように Apple Pay と対応してるので、僕も早速登録してみました。これはスマホ決済を利用する方からしたらちょっと嬉しいですよね。次に、ローソンやマツキヨでお得ということで、今出てるように、このカードでローソンで決済をしたら常に 3% のオフでお買い物ができます。しかもこのローソンの場合、3% オフだけではなくて、ここのローソンの場合ですね、もし D カードプリペイドで決済をしたら200円につき1ポイントがもらえるので、0.5% のポイント還元プラス、D カードプリペイドを提示して 1% が還元されます。0.5% 還元に関しては、200円につき1ポイント、1% 還元については100円につき1ポイントが申請されます。そして今回僕がこの D カードプリペイドを作った最大の理由はこちらですね。D 払いのキャンペーンで使うかなということですね。若干今更感はあるんですが、これまで D 払いのキャンペーンではいろんなクレジットカードを紐付けてたりしたんですけども、実際に現在の D 払いのキャンペーンでは D カード以外が還元の対象外っていうことになりました。なので、今回は D カードプリペイドを作成しました。しかも D 払いにこのカードを紐付けしていたら、D 払いで決済した場合、D 払いの還元を受けることもできる、プラス D カードプリペイドの200円で1ポイントの 0.5% 還元も受けることができるので、D ポイントの20ドルができます。これはまたいいですよね。あと直近のキャンペーンだとしたらこの2つですね。キャッシュレス消費者還元の 5% で D 払いで決済したら D ポイントが 10% 還元されるキャンペーン。そしてコンビニでのキャンペーンですね。多分コンビニは別の決済方法を使うかもしれませんが、もし利用される方は普通にお得です。一応ですね、D ポイントのカスタマーセンターに電話をしまして、D カードプリペイドも D 払いの還元の対象ですかというふうに確認をしたら対象ですというお答えでした。だけど一つですね、カスタマーセンターの方に謎の一言を言われまして、今回は D カードプリペイドは対象ですが、今後はどうなるか、今は何とも言えないですっていう風に言われたんですよね。最初、と思ったんですけども、なので今後は D カードのクレジットカードだけになるのか、D カードプリペイドは外されるのか、若干ちょっともやっとが残るような回答をいただきました。後々キャンペーンが発表されたら、その都度確認が必要になりそうな気もします。そんなこんなで今回は D 払いでも使える D カードプリペイドについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。先ほどもお伝えしたように基本的には12歳以上で D アカウントをお持ちの方であれば誰でも利用できるので、もし今後 D 払いのキャンペーンを利用か検討されている方はぜひ使ってみるのもいいのかなというふうに思います。一応下の概要欄に D カードプリペイドについての公式リンク貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。